今日も記者会見よろしくお願いします。今日はこちらの6項目をご用意しております。順次説明をさせていただきます。まず1項目目、能登半島地震被災地支援のための本市の職員派遣についてです。皆さんご存知のとおり、松江市は昭和63年から石川県の珠洲市と姉妹都市の提携をしております。石川県珠洲市への応援派遣をこれまでも継続的に行っているところでございます。派遣実績と今後の予定についてまとめております。今日の時点でまとめたものです。まず1月4日から先遣隊ということで3名を派遣して現地の状況の確認、そして支援物資を運搬し先方にお渡しをしております。その後1月17日から、これは全国市長会等とも連携の上で、り災証明の発行業務を担うべく、37名をこれまで派遣しております。今後、5月の3日までの派遣を予定しておりまして、今後また4名を派遣するという予定でおります。また、保健師の派遣に先立って、保健師等の現地調査というのを2月に行いました。その後、保健師を3月に31日まで合計8名、まあ、延べ人数で8名派遣をしております。そして今後、中長期派遣について、4月の22、来週から2名を派遣する予定で、現在準備をしているところでございます。本市の派遣実績の合計としましては53名、今後の派遣予定が今のところで6名となっているところでございます。こちらちょっと断片的ではございますが、松江市の職員が珠洲市に伺って応援支援をさせていただいている様子でございます。この2つはいずれも罹災証明の発行業務でございまして、こちら保健師によるケア、他県等からのご支援の方と一緒にやらせていただいているものということになります。で、先ほど見ていただいた4月22日以降の中長期派遣について現在調整しております。22日から来年の3月末まで土木技術員1名を珠洲市の復興計画の策定業務に従事するために派遣するということで先方と調整をしております。該当するものは、東日本大震災の時に陸前高田市でも同じように復興計画を立てた経験がございます。まあ、即戦力として、今回珠洲市のお役に立てるものと期待しているところでございます。また5月の中旬から同じく来年、まあ、今年度末まで上下水道局の職員を1名、珠洲市の水道施設の復興業務に従事すべく派遣する予定としております。今後の予定といたしましても、引き続き珠洲市と連携調整しました上で、先方のニーズに応じた応援派遣を検討していきたいというふうに考えているところでございます。今まで説明しましたのは、珠洲市さんの応援支援ということでございますが、そのほか、被災自治体への応援派遣もしております。これは島根県等からのですね、要請に基づいたものでございまして、DMAT、JMAT、いずれも医療チームでございますけれども、珠洲市、七尾市、看護師、保健師、応急給水活動、水道管の復旧活動に、それぞれ輪島市、能登、穴水、輪島、といった本市の派遣実績、まあ、合計16名となっているところでございます。そしてまたこのほかに現金などによる支援も行っております。受付期間1月4日から現金箱を設置させていただいておりまして、4月の末で終える予定でございましたが、1ヶ月、少しですね、現金箱の設置箇所を縮小いたします。公民館等からは、撤去する形になりますが、5月1日以降ですね、市役所の本庁、各支所の9箇所で継続して5月31日まで実施してまいりますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。現金の、昨日時点のですね、総額といたしまして1,678万2,373円の皆様からの熱い支援をいただいております。本当にありがとうございます。このうちの1640万円をすでに珠洲市さんの方に送金をさせていただいております。現状の現金箱の設置場所については、こちらの QR コードからご確認ください。また、ふるさと納税による災害支援の代理寄付の受付もしておりまして、これ、9月末までの予定にしておりますが、
現時点で874万2000円、451件のふるさと納税もいただいております。こちらもポータルサイトふるさとチョイスから、この代理寄付をして、すいません、ふるさと納税をしていただくことができますので、ご確認をいただければと思います。これからも珠洲市ほか被災地の支援にできる限りの支援をしてまいりたいと考えております。市民の皆様のご理解ご協力を何卒よろしくお願いいたします。続きまして2つ目です。松江らしい景観を保全創出するための景観基準の見直しでございます。これまでもですね、何度かこの景観基準の見直しについてお話をさせていただいております。今回はですね、今後どういった形で進めていくかということにつきまして、まだ一部調整中のところもありますが、想定をですね、現在このように置いているということを共有させていただければと思います。まず景観基準の見直しの目的でございます。松江らしい景観を残し、次世代に受け継ぐためにその見直しを図るものでございます。その手法として2つ考えております。これを両方進めていくということで考えているところです。1つは景観法に基づくものでして、眺望基準、松江市で言いますと、松江市景観計画というのがございます。この計画の見直しを図るもの。もう1つが景観法と都市計画法に基づきまして、松江城周辺の建物の景観基準を見直すというものでございます。まず先にこの眺望基準でございますが、現状、眺望基準といたしましては、まず松江城の景観形成基準というのがありまして、松江城の天守から見たときに、東西南北の山の稜線、つまり山の高さを建物の高さが超えられないと、妨げないという基準が一つございます。これは360度、東西南北にかかるものということになります。遠くに見える山の稜線を越さないというのが一つの基準。でもう一つも、松江城の天守から、宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ヶ島の水際線を延長した線を犯さないということがございます。これはどういうことかと言いますと、まず松江城から嫁ヶ島、ここでは見えておりませんが、この辺りにあります、に、斜めにこう線を引くわけですね。斜めに線を引く高さを出れないというのがこの基準になっています。で、この斜めの線が、どこの範囲でかかってくるかと考えたときに、おおむね60度なんですけれども、天守から宍道湖の湖面が見える範囲ということになります。それがこの線でございまして、東側を見ていただきますと、宍道湖大橋の南詰、西側を見ていただきますと、同方町にあります、天輪寺の付近と、これは目安でございますけれども、この辺りが、ちょうど60度ぐらいになると、この範囲においては、先ほどの斜めの、いわゆる斜線規制があるということになります、高さの規制でございます。これをちょっと地図ではなくてですね、写真で見ていただきますと、先ほど申し上げた天守から見える東西南北の山の稜線というのは、つまり遠くに見えるこの山の線というのが高さ、ここから高さが出ていないというのが一つの基準。で、もう一つは、天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ヶ島、ここにあります、この嫁ヶ島の水際線、同じ高さですね。これを犯さないと、要は、松江城の方からこう斜めに線が出ているというふうな基準でございます。そしてもう一つ、松江城周辺の建物の高さの基準、つまり先ほど見ていただいたこちらの方ですね、この景観基準でございます。こちらにつきましては、松江城の周辺に景観法、あるいは都市計画法にのっとって高さの基準を設けております。12メーター、15メーター、20メーター、25メーターといった場所の基準がありまして、歴史的な景観の保全を目的に設けたものでございます。一方で、この赤線で囲っている地域と、商業地域としておりますが、松江城南側、ここは高層建築物の立地が可能な商業業務地に区分されているというのが現状でございます。こうした基準の見直しを今後図っていくにあたって、その検討主体として想定しておりますのが、松江市景観審議会でございます。すでに条例において設置されているものでございます。
この松江市景観審議会に対して、近いうちに松江市から景観基準の見直しの検討をお願いする、諮問する予定でございます。その上で、この景観審議会において、専門の委員会を設置していただいて、景観基準の見直しを検討していただくことを想定しております。松江市景観審議会の中には、現在3つの専門委員会があります。伝統美観保存、デザイン、屋外広告物の委員会です。で、今回、新たな専門委員会の設置というのを検討いただくことになっておりまして、松江らしい、あ、これ、仮称でございますが、松江らしい景観検討委員会という、まあ、仮称で設けるということを検討していただいているところでございます。今後の景観基準の見直しに関するスケジュール案でございます。6年度、7年度、8年度と掲げておりまして、先ほど見ていただいた2つの基準の見直しというのを並行して進めていく予定です。それぞれ高さ制限区域等の検討を図りまして、その上で眺望基準の見直しについては景観計画を変更する手続きを経て、来年の4月に施行を予定しております。一方で、景観基準の見直しにつきましては、土地建物の権利者への移行調査、住民との意見交換を経て、決定手続きをした上で、令和8年の4月に施行するということを考えております。この間、松江市景観審議会専門委員会で、検討をいただき、丸1についての答申、丸2についての答申をいただくという段取りを考えております。また、市民の皆様に参加いただけるフォーラムの開催なども、今年の秋を目途に、予定をしているところでございます。こうした手続きを進めることで、松江らしい景観の保全創出を図ってまいりたいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。次に3つ目でございます。公園の伐採木の無料配布についてのお知らせです。まず経緯としてまとめております。現在、松江市が管理している公園につきまして、その利用の妨げとなるようなもの、妨げとなるような樹木、あるいは危険な樹木については伐採をしまして、それを市として有料で処分をしております。実は市民の方からですね、提案として、こうした伐採木というのを薪ストーブとか焚き火とか、まあ、木工品の製作に使えないかというふうなお話がありました。それを今回、採用させていただいておりまして、利用する方はですね、こういった薪ストーブ、焚き火等の材料が調達できることになりますし、松江市にとってみますと、これまで有料で処分しておりましたので、まあ、その処分費を節約することができると、こういった、まあ、ウィンウィンの効果が期待できると。というふうに考えておりまして、伐採木の無料配布を今回、試行的に行いたいと思っております。実際、どのくらいの方がですね、欲しいというふうに言っていただけるかといったところもございますので、今回は試行として行わせていただいて、検証を図るということでございます。伐採木処分の現状につきましては、今申し上げたとおりなんですが、枝、葉、細い幹は、松江市の施設でありますエコクリーン松江で焼却処分しております。一方で15センチ以上のですね、太い幹、丸太のようなものも含めてですね、これはお金を払って民間の廃棄物処分場で処分をしていると。それを堆肥化することによって、できるだけですね、こう循環型社会にも貢献しているといったことはありますが、今回この太い幹の方をですね、有効活用できないかということで考えたものでございます。伐採木の無料配布について、募集人員を今回10名とさせていただきます。現状ですね、先にこちら行ってしまいますが、これ、今置き場に使っているところなんですけれども、こうしたですね、丸太をちょっと集めたような、山をですね、作っております。これが大体1メーター×1メーター×1メーターという1立方メーターですね、の大きさになります。これを今、10個用意しているところでございまして、10名の方を募集させていただきたいと思っております。募集人数が、10名を超えた場合には、募集に応募していただいた人数が超えた場合には抽選とさせていただきます。募集の条件といたしましては、申請者ご自身でですね、この1立方メートルの、木の山をですね、積み込んで運搬していただくことになります。そして転売や営利目的ではないことと、
もう一つは松江市民の方で、今回試行でやらせていただきますので、アンケートもお願いしたいと思っております。このご協力もお願いしたいと考えております。配布する樹木については、欅や松などが混在しております。また長さについては、だいたい1メートル。で 丸太の太さでいきますと、5センチから40センチ程度のものになっております。先ほど申し上げたとおり、1メーター×1メーター×1メーターという量になります。でこれにつきまして、ホームページからですね、申し込み書をダウンロードしていただいて、ファックス、メール、郵送、あるいは持参して提出をいただくという応募の期間を、4月19日、からですね、明日から5月の2日までを予定しております。こちらがホームページでございますので、こちらからこの申し込み書をダウンロードしていただければと思います。お問い合わせ先は公園緑地課ですので、ご不明な点があればお問い合わせください。また配布場所と日時につきましては、この配布が決定した方に個別にお知らせをさせていただきます。よろしくお願いいたします。次でございます。4つ目でございます。新庁舎を日常的なにぎわいの場とするための実証事業として、現在も実施しております新庁舎みんなのトライアルについて、市民団体利用と委託事業者の募集のお知らせです。この、2種類のですね、募集を今回させていただきます。これまでも、去年の5月の8日に、今皆さんがいていただく新庁舎がオープンして以降ですね、新庁舎のテラス、これ、段々テラス、D テラスというふうな名前を募集して、市民の皆さんに名付けていただきました。ここを利用してですね、マルシェであるとか、フリーマーケットであるとか、そういった楽しいイベント、コンサートなどですね、を開催させていただいております。夜もですね、活用していただいているというふうな様子も掲げさせていただいております。この新しい庁舎のまずコンセプトとしましては、行政や行政事務の拠点となるのはもちろんなんですが、それだけではなくて、市民の皆様や旅行で訪れた方が集い、憩い、楽しむことのできるにぎわいの場として活用される市役所を目指していきたいと思っております。平日にももちろん行政手続きのために来ていただくわけですが、休日もしっかり使っていただけるような、休日の方がたくさんの方が来てにぎわいがあるようなですね、そういった市役所を目指しているところでございます。そしてにぎわいの創出に向けた昨年度の取り組みとしまして、昨年の8月から民間事業者の方、また市民の皆様が新庁舎を活用して、運用ルールや効果的な活用を検討するという実証事業を始めました。これが新庁舎みんなのトライアルでございます。実際昨年度の実績として100件を超えるイベントの企画がありまして、主催された団体も42団体に上ります。主なイベントとして見ていただきますと、まずテラスを活用した事例というのが先ほどの102件のうちの55件ありました。松江朝市でありましたり、フリーマーケット、未来創造夢祭り、宍道湖ラテンナイト、星空ヨガ、千鳥のお堀を学ぶワークショップ、私も出ておりまして、あれですね、松江城の周りのお堀ですね、についての、生態系等についての自然学習の機会でした。そして会議室を利用したものというのが残りの47件でございまして、例えば、ゴスペルグループのコーラスでありましたり、これはウクレレの教室でありましたり、高齢者のスマホ教室、キャンドルを掲げたヨガ、アイリッシュダンスから、文具の開拓をするというふうなですね、開発プロジェクトというのも実施しております。これらの総括でございますが、アンケートを取らせていただいておりまして、満足度、大変満足と満足というふうに答えていただいた方が、イベント主催者がこちらですが、これ合わせますと 98.4%、また、イベント参加者が、こちらになりますが、96.9% の方が、満足、あるいは大変満足というふうに答えていただきました。市民のにぎわいの場となる可能性を確認するとともに、景色の良さや開放感や気軽さに高い評価をいただいているということを踏まえまして、今後、このトライアルをさらに進化していきたいと思っているところでございます。で一方で、新庁舎の可能性をさらに引き出すための方策というのも検討が必要と認識しておりまして、
イベント主催者同士が交流できたり、相互で連携できる機会を設ける、あるいは新庁舎周辺の施設、また民間事業者と連携して、相乗効果、シナジーを生み出すようなイベントを開催していきたいというふうに考えているところでございます。そのために、今年度、新庁舎活用促進のための2つのトライアルというのを実施してまいります。一つが新庁舎みんなのトライアル、アップデートとしております。こちらは市が直営の事業でございまして、市民、団体の皆様によるイベント等での利用について、もう一つは新庁舎みんなのトライアル、フロンティアと銘打っておりますが、委託事業者の方に企画、運営、また調査もしていただくといった、この2つのトライアルをしていきたいと、検証していきたいと考えております。最初のアップデートでございます。これは市民団体の皆様を募集するものでございまして、さらに効果的な活用方法を検討するため、イベント等で利用していただく市民団体の皆様を募集いたします。対象となりますのが、市内に在住、あるいは通勤・通学、あるいは市内に所在している企業・団体等になります。利用目的としては、誰もが参加できるもの、あるいは広く参加者を募ることができるイベントということでございます。よって、例えば会社の会議などですね、特定の方のみを対象としたものは想定をしておりません。また、昨年度は利用料金を取っておりませんでしたが、実証実験、今回はですね、利用料金を受益者負担の観点から取らせていただきます。収益が生じないイベント、ボランタリーなイベントについては、別途検討させていただきます。料金としましては、段々テラスについては、800円から1200円、1時間あたり、800円から1200円と、利用する区画によって異なりますので、詳しくはこちらのホームページからご確認ください。会議室につきましては、1時間あたり500円、と考えております。利用申し込み方法についても、こちら、ホームページから申し込みいただくことになりますので、ご参照いただければと思います。もう一つが、フロンティアでございまして、こちらは委託事業者を募集させていただきます。イベントの企画運営とモニタリングによる調査、また効果の検証を実施していただくという委託事業でございます。募集期間、すでに始めておりまして、今週の月曜日から1ヶ月間、5月の15日までを予定しております。で本市が負担する、上限額としてですね、要は提案をいただく内容の上限額を300万円というふうにさせていただいております。事業者の選定については、いわゆる公募型プロポーザル方式を取らせていただきます。業務の具体的な内容としてはですね、こうしたテーマでのイベントの企画、運営、調査、効果の検証というのを予定しております。高校生、大学生など若者による活用、また市内の中心部だけではなくて、周辺部で活動する市民団体の皆様などによって、市全体でですね、この松江市役所を活用していくためのイベント等、そしてまたすでに新庁舎を利活用されている民間事業者等同士をですね、またコミュニティとして連携を深めていくようなコミュニティ作り、新庁舎周辺施設、民間事業者などとの連携と、その相乗効果についても検討いただきたいと思います。また、これまでにない形で新庁舎を活用して、その可能性を引き出せると期待できる取り組み、新規の取り組みについてもお願いしたいと考えております。それにあたりまして、年5回以上はイベントを開催していただき、また合わせて1000人以上のですね、来場の達成を目指していきたいというふうに考えております。募集期間は、この契約、委託契約を締結させていただいた翌日からですね、年度末までということで、大体6月の上旬までに事業者の選定を済ませたいと考えているところでございます。募集要項等につきましては、こちらのホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。お問い合わせは新庁舎整備課までお願いいたします。まずはこういった実証事業を通じて、潜在性をですね、確認していきたいというふうに思っておりますが、今年度も、たくさん楽しい、にぎわいの拠点となる事業を展開してまいりますので、市民の皆様、また旅行者の皆様もですね、ぜひ、訪れていただければと思います。よろしくお願いいたします。続きまして5番目、一般国道乃木福富町自転車歩行者道の整備についてです。これがちょっと道路の模様なんですけれども、乃木福富町のですね、800メートルの国道9号線のこの区間がですね、
自転車道、歩道が松江市内の国道9号線で唯一整備されていない区間でございました。まあ、通行上、あるいは、まあ、通行上ですね、自転車あるいは歩いて、通行する上で非常に危険であったということから、整備の要望しておりましたところ、今年度から調査設計に着手していただくこととなりました。その報告でございます。まず具体的な区間ですが、こちら宍道湖ですね。で、我々いるのが、まあ、この辺りですね、市役所この辺りで、宍道湖の南の岸になりますが、こちらちょっと大きく見ていただきますと、松江玉造りインターと、松江の中心市街地の間になります。まあ、ここで見ていただきます、まあ、この辺りにですね、宍道湖ボールがあって、この辺りに藤名邸がありますね。まあ、その間の800メートルの区間でございます。で、今回、この自転車歩行者道を整備する主体となりますのは、国土交通省中国地方整備局の松江国道事務所となります。事業内容としては、自転車歩行者道の新設整備、6年度の事業費として今回1000万円をお認めいただいたということで、調査設計費に充てることとしております。この800メーターの区間ということになります。まあ、現在のですね、こっち宍道湖側で、こっち山側ですけど、ここに4メーターの道路を拡幅するということを今考えていらっしゃるところでございます。で、そもそもの整備の必要性と効果についてですが、当該箇所の課題としまして、先ほど申し上げたとおり、松江市内の国道9号で唯一の自転車歩行者道が未整備の区間でございました。自転車や歩行者の通行時には、車両との接触事故が懸念されるということから、通学通勤する自転車利用者の多くは、まあ、中の方のですね、県道で、迂回せざるを得なかったという状況でございました。まあ、ここにちょっと写真もつけておりますが、まあ、自転車などでですね、通行する場合には、車がすぐ横を通りますので、接触事故の危険性もあってですね、接触事故の懸念があったというところでございます。今回、自転車歩行者道を整備することによりまして、歩行者、自転車利用者の安全性の確保向上が挙げられます。また、今後、サイクリングコース、あるいはジョギングコースとしてですね、活用できることになれば、本市のスポーツ振興、あるいは市民の健康増進の効果も期待されると、市民生活の質の向上にも寄与すると考えております。また、さらにはですね、宍道湖の夕日が見られるスポットだったり、水郷祭のようなですね、花火が鑑賞できるスポットとかですね、こうした新たな観光資源を創出する可能性も、国土交通省と一緒に探ってまいりたいと考えているところでございます。これは、昨年ですね、私が台湾を訪ねまして、宍道湖と同じようなですね、日月潭という湖の周りにサイクリングロードがありまして、まあ、それをちょっと確認をさせていただいた模様でございます。まあ、こういった利用も今後できるようになるものと考えております。若干順序が逆になりますが、これまでの経過をまとめております。昨年度、松江市と地元の交通安全協議、対策協議会などが中心となりまして、要望活動、視察などを行っておりました。国土交通省やですね、地元選出の国会議員の方へ要望しておりましたり、また10月には松江市から呼びかけまして、地元の自治会、交通安全対策協議会、警察、県の教育委員会、国土交通省の松江国道事務所等の皆さんに集まっていただいて、現地を確認をしまして、整備の必要性についても問題認識を共有させていただいたということでございました。まあ、こういった活動が実りまして、今回1000万円の事業費をつけていただいたというところでございます。事業主体は国土交通省になりますが、我々もそれに協力し、本事業の早期完成に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。最後、6番目のですね、ご案内になります。松江歴史館で4月の26日から6月の16日まで、神々の美術、出雲の神像と神宝、神の宝ですね、という企画展を開催いたします。この展示ではですね、出雲の社寺に残ります、神像、まあ、神様の像やですね、仏像、また神宝、神の宝を展示するという企画になっております。もともと日本人はですね、まあ、仏教が伝わる前といいますのは、
神というのはこう海とか山とかですね、まあ、自然由来のもの、まあ、岩とか樹木とかですね、そういったものをこう神さ、そういったものに宿るのが神様というふうに捉えておりましたが、まあ、つまりは具体的な神様の姿というのを特に共有しておりませんでした。しかしながらですね、大陸から仏教が伝わりまして、まあ、それと同時に仏像をまあみんな目にしてですね、やがてこうまあその仏像、像にですね、神の姿を示すようになってきたといったことがございます。まあ、それがこの神の像、まあ、神像ということになります。こちらは清水寺にあります、木造の麻太良神座像でございます。ちょっと見えるかあれですが、ここ口元がですね、口角をちょっと上げておりまして、こう口から歯を覗かせて、笑っているというですね、非常に珍しい神像になります。重要文化財に指定をされております。また、次が、鴨巣神社と関係の深い仏像でございます。人々を救済するために仏が神の姿になって現れたというふうに考えておりまして、考えられておりまして、仏像も神として祀られた信仰の対象となっておりました。鴨巣神社とですね、関係の深かった、浄音寺というのが、浄音寺ですね、これはあの大場にあります、大場町にありまして、ここに、収められておりますのが木造十一面観音菩薩立像です。こちらも今回の展示の対象としております。また日本人はですね、神様も、まあ、衣食住といった、まあ、人間と同じような生活を営んでいるというふうに考えておりまして、衣装だとか化粧道具だとか、神様が日常生活に必要なものを作って奉納してきました。それが神の宝、神宝ということになります。この展示では、佐田神社の祭衣妃奥義をはじめとして、数々の貴重な神の宝というのも展示させていただいているところでございます。そして5月28日から、後半ではですね、出雲大社で所蔵されております国宝の秋の鹿蒔絵手箱についても展示をさせていただきます。松江市内で、このですね、品、化粧箱を展示するのは27年ぶりとなりますので、ぜひご覧いただければと思います。今回の神々の美術における展示作品数が32件と、国宝が1件、国指定の重要文化財8件、県指定の文化財が13件となっております。見どころとして、島根県東部の社寺に伝わる名宝が大集合しているということと、先ほど申し上げた出雲大社と佐田神社で保存されておりますそれぞれの品といいますのが、松江では27年ぶりの公開となります。また松江歴史館では初めての神道の美術展となっております。そして最後にリレー講座というのもご案内させていただきます。この展示の会期中にこの展示を担当しました松江歴史館の学芸員等がですね、講座を開催させていただきます。的の学芸員ほかですね、それぞれこのテーマにおいて、講演をさせていただくこととしておりますので、ぜひご参加いただければと思います。詳しくはこちらのホームページをご覧いただければと思います。これが最後ですね。皆様のお越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。私からは以上です。あ、もう一つありました。すみません。ですね、今回資料として用意させていただいてたのは、この通りでございますけれども、まずですね、すみません、2つありました。すみません。1つが、ですね、今年10月に、一畑バスの路線廃止というのがございます。その対応につきまして、3月28日に、開催させていただいた、記者会見において、三つ線とですね、嵐島線の代替交通のダイヤについて発表しました。で、その際に残るリンプラザ線と大東線のダイヤについて本日発表するというふうにさせていただいておりました。しかしながらですね、現時点でバス路線の沿線の住民の皆様、また交通事業者の皆様と最終調整を行っている段階でございます。調整が整い次第ですね、皆様にもお知らせさせていただきますので、その旨ご了解ください。で、もう一つが
知事公舎の利活用についてでございます。でこれはのかねてですね、島根県から紹介をいただきまして、知事公舎の活用計画について、明日4月19日を回答期限として、島根県の方とですねお話をしておりました、が、その立地を十分に生かしてこう活用していくにはどうしたらいいかといったことについて、検討を現在もしておりまして、まだ市として具体的な案が取りまとめられていないという状態でございまして、さらに検討を図るためにですね、期限の延長を県にお願いしたところ、理解を示していただきまして、当面の間、回答を、留保というかですね、検討を続けさせていただくということになっております。今後活用方策について検討を進めまして、具体的な案になった段階で島根県に回答したいというふうに考えているところでございます。私からは以上でございます。はい、ありがとうございます。すみません、毎日新聞の方から1点だけちょっとお聞きしたいことがありました。はい。すみません、景観基準の見直しについてのことなんですけども。はい。ですね、審議会の中で、新しく委員会の方を設置されるということでして、この委員会というのがなぜ必要なのかということと、どんな議論を期待するのかということについてお願いいたします。はい、わかりました。まず、私どもがこう諮問させていただく相手先というのは景観審議会を予定しております。で今景観審議会の会長とですね、具体的な進め方についていろいろ話をしているところでございまして、まだ決定しているということではないんですが、今後、松江市からはまず速やかに景観審議会に対して景観基準の見直しの検討を諮問したいというふうに思っております。でその上であとは景観審議会の方でどういうふうに取り扱いされるかということになるんですが、現行を置かれて専門的な内容について検討していく専門委員会というのがありますが、この枠組みの中ではなかなか整理がしきれないのではないかという議論をしておりまして、まだ仮称ではございますけれども、景観を検討する個別の委員会をですね立ち上げるのがいいのではないかという議論をしているところでございます。ですので、繰り返しになりますが、景観審議会の方でどう考えられるかによってくるものの、現行をいろいろすり合わせている中では、こうした新しい専門委員会を作るのが本件についての検討を進める上ではいいのではないかということでございます。それと期待することについてはですね、まさに松江らしい景観をいかに保全して、で今後も創出をしていくということが必要だと思っておりますので、そのバランスの取れた形での議論というのを期待しておりますし、できるだけですね、速やかに、我々自身がですね、松江市としてそういった、制度上の担保といいますか、条例の改正等も進めていきたいというふうに思っておりますので、議論がスムーズに進んでいくということを期待しているところでございます。はい、わかりました。もう一点、関連してなんですけど、この委員会の中に例えば景観審議会以外の外部のメンバーみたいなのを入れたりするっていうお考えはありますでしょうか。あり得ると思います。こちらが政治としてですね、主体的にということでもないですけれども、景観審議会で議論されるにあたって、景観ということにフォーカスを置いた際に、景観基準の見直しですねにフォーカスを置いた際に、今委員の方というのがこちら、3つの専門委員会というのは景観審議会の委員の方で構成している委員会になります。で一方で例えば必要に応じて臨時委員を置くとかですね、アドバイザーのような方を置くというのは可能な立て付けではありますので、これはあくまで景観審議会なりあるいは専門委員会の中での判断ということになりますが、そういった専門家の方に入っていただくというのもあり得るのではないかというふうに考えております。はい、わかりました。幹事社からは以上です。各社お願いします。はい、では一番後ろは、すみません日本海テレビの宮本と申します。同じく、景観基準の見直しについて2点質問させてください。はい、今後の進め方なんですけども、はい、眺望基準とですね、周辺の建物の景観基準の見直しというふうにあるんですけども、はい、進め方としては眺望基準を決めてから、その建物の基準に移るみたいなイメージなんでしょうか。これもすみません、景観審議会の方で進めていただく内容にはなりますけれども、一応、ちょっと私としての考え方について少し触れさせていただきます。2つの基準がですね、全然こう違うものではなくて、当然のことながらシンクロしていく部分が多々あろうかと思います。ですので、例えば1をまずは検討を進めていって、終わったら2を始めていこうではなくてですね、全体の景観基準がどうあるべきかという議論を経た上で、1と2を両方並行してこう進めていくようなイメージを持っております。
で、まあ、実際はですね1と2というのがその、まあまあ、いわゆるまあ拘束力というかですねというのが違ってくる部分もありますので、これはまあ松江市としての希望ではありますけれども、1の方についてですね、まあ、先にいろんな手続き上のことを通常通り考えていきますと、まあ、一番早く進んだ場合にはちょうど1年後ですね、来年の4月には施行できるということでございますので、まあ、この審議を進めていただいて、来年の4月には何らかの見直しが図れれば大変ありがたいと思っておりますし、下の方はですね、これはまあ、できる限り早く進めたとしても2年程度はかかるというふうに考えておりまして、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたが、スムーズに議論が、まあ、両方とも進んでですね、結果として、丸1よりもまあ拘束力の高い丸2の方が、2年後に施行されるような段取りで、まあ、この2つが並行して検討が進められていくというのが理想かなと考えているところでございます。ありがとうございます。もう1点ありまして、松江らしい景観っていうワードがあるんですけども、はい、まあ、今回、まあ、この見直しを図るに至った経緯がですね、まあ、基準が設けられていて、まあ、審議会も通ったにもかかわらず、まあ、後で、まあ、市民団体から物言いがついたということだと思うんですが、松江らしい景観っていうのがすごく、まあ、アバウトかなとちょっと印象としては持っておりまして、はい、まあ、今回も決めた時にこの松江らしい景観、まあ、新しくまた何か問題が起きるのではないかとちょっと懸念するところがあるんですが、松江らしい景観というのはどういうものをイメージしておられるんでしょうか。松江らしい景観ということ自体が多分イメージとして市民の皆さん一人一人で違うというふうに思います。ただまず国宝松江城を中心とした松江の非常にこう歴史ある、まあ、伝統文化を重んじてきた、松江の文化力を生かした町づくり条例というのも設けられているような町でございますので、その際に松江として町づくりのあり方がどうなのかといったところから議論をいただく必要があるかなと思っております。で、まあ、端的に分かりやすく申し上げれば、松江城の周辺についてですね、まあ、当然今までもそうですが高さの基準を設けて、これがまあ松江らしい町並みを守ってきたというふうな言い方になると思うんですが、まあ、ご覧いただくようにですね、この12メーター、15メーター、20メーター、25メーターっていう、こういった高さの基準がかかってないエリアで今回、まあ、マンションの、高層建築の話があったということでございまして、まあ、まずは、まあ、この辺りですね、要は、現在は、規制がかかっておらず、高層マンションの立地が可能になっている場所についてですね、景観の保全の観点で検討していく必要があるのではないかと、まあ、それが松江らしい景観づくりにつながっていくのではないかということを市としては考えているところでございまして、そのあたりを含めて景観審議会で、委員の皆さんに議論していただきたいと思っております。松江らしい景観で、まあ、それぞれ皆さんイメージが違うと思うんですけど、今後松江城の周辺以外でこういう松江らしい景観って議論の対象になり得るでしょうか。なりうるとは思います。ただ、まあ、順番を追ってというのと、それと、まあ、いわゆる、まあ、今申し上げている松江らしい景観というのが、松江城を含む、まあ、城下町というのを一つの、まあ、ポイントとして置いているところは、間違いありませんので、ですので、まあ、まずはこの中心部の松江城周辺のエリアから考えていくというのが、まあ、松江らしさを体現していく上ではですね、必要かなと考えているところでございます。ありがとうございました。あ、参院長新報さん。参院中央新報堀尾です、はい、今のお話に関連してなんですけれども、高度地区など、今の丸2の部分は法的な拘束力がある規制だというふうに認識していますが、他に強制力のある高さ制限の手法などはないのでしょうか。はい、現在、この内容自体もですね、松江市の方で具体的なこう規制のあり方として、この2つが考えられるということで、提示をさせていただいているものでございまして、まあ、専門家の方にもちろん入っていただいて議論を進めてまいりますので、その際にですね、まあ、国の法令なんかも当然こういろいろ変更がある中で、何かうまく活用できそうなものがあればですね、取り入れていきたいというふうには考えております。ただ、まあ、先ほどご指摘をいただいたようにですね、まあ、基準を改めてもそれが、まあ、指導というかですね、お願いはできるんですけども、だからといって罰則規定があるわけではないということもありますので、まあ、そのあたりの、まあ、バランスを取りながらというのはございます。実際に、まあ、住民ニーズに、対応した形でですね、当然まあ、高層かどうかは別として、当然住居のニーズや商業施設を、まあ、高層のものも建てたいということもあるかもしれません。そういったこともバランスとして考えていかなければいけませんので、まあ、今回保全喪失というふうな
言い方をさせていただいてるんですけど、守るのは守るで、まあ、ある種こう規制をどんどん強めれば守ることはできるんですが、我々当然ですが普通に社会、経済活動を市民生活を営んでいく必要がありますので、利便性の観点等もまたバランスさせていく必要があるので、創出という言葉も盛り込みながらですね、そのバランスについても議論していただきたいなと思っております。ありがとうございます。もう一点、大橋川に立つ45メートル前後のマンションの事例では、景観計画に基づいて多分諮問と答申をされて高さの引き下げなどを勧告されたと思うんですけれども、確か法的拘束力がないとして基本的には計画変更に応じないという旨を事業者から市に伝えられたと聞きました。でこの景観計画に勧告、景観計画に基づいた勧告に応じない場合って、その事業者の公表、事業者名の公表とかもできるっていうお話があったんですけれども、この見直しまでにかかる1年間から2年間の間、同じようなマンションの計画があった場合どのように対応をされるのでしょうか。はい、我々は 今まで その建設予定していらっしゃる、まあ、事業者の皆様もそうですけども、それぞれに対して、今こういったものも計画をしていて、その松江の、景観の保全、創出というのが必要だと考えているということは、分かりやすくですね、丁寧に申し上げていく必要があるというふうに思っています。で先ほどおっしゃられたように、いわゆる勧告ができるのは、ある種条例にですね抵触していて、でこれ以上の建物を建てちゃいけないのにそこに建てようとしているので勧告をする、で、応じない場合には事業者の公表だったりするという流れになるんですが、そもそも今はそういった規制があるんですけども、この辺りについてはそんなにこう厳しい規制がかかっているわけではありませんので、大橋川のところも含めてですね、そうすると、高い建物が建つことができるわけですね。でそれに対して、今回 の大橋川周辺の、マンションの投資についても、これは勧告にはなっていなくてですね、お願いなんですね。でそのお願いに、今まだ書面ベースでの回答があるわけではないので、なんですが、口頭で、私どもから説明したところ、収益性等もあってですね、応じにくいといった話をいただいているところでございます。今後、書面でも正式な回答をいただくことにしておりますので、その後の対応については、また景観審議会などにもですね、報告しながら検討していきたいと考えております。ありがとうございます。はい、読売新聞さん。読売新聞門脇です。この景観の見直しに、景観基準の見直しについて、関連でお伺いします。前回 の秘書の定例会の時に、この今の商業地域 の想定対象エリアっていうのを示されたと思うんですが、はいはい、これは具体的に、その時に、高さっていうのもある程度こう明示しないとですね、やっぱりそのぼやっとしたものになってしまう、はい、これは具体的なその数字っていうのはどのあたりをこうイメージしておられるのでまだ具体的にはないでしょうか。はい、今具体的に何メートルとかいうのがあるわけではありません。でここに付けているのがですね、現行の高さの基準でございまして、でご指摘いただいたこのあたりというのを、このあたりでちょっとバクッとですね示させていただいてたと思うんですね。でそのどのエリアでどの高さで、あるいは先ほどもお話あったように、山の稜線っていうのが非常にこう曖昧なんですよね。向こうに見える山にかかってなければとりあえずいい、だけど、向こうの山も木々でできてるわけですから揺れますし、伐採すれば低くなりますし、というようなことも含めてですね、非常に曖昧なので、それを具体的なものにしていくということは方向性としては考えてはいますが、今の段階で何メーターっていうところまではまだ、議論が実際まだしておりませんので、今後景観審議会あるいは専門委員会でこう議論していただく中でですね、明らかになってくるものというふうに捉えているところでございます。一応高さについては例えば市の方からある程度こう何ていうんですか、明示され上でということになるんでしょうか。高さ以外もそうなんですけど、景観審議会とこうやり取りしながらになりますので、審議会の方から市として、例えばですけど市としてどういう案があるのか示してほしいというふうに言われれば示すことはあり得ると考えております。それともう一つ、この帳簿基準についてなんですが、現状はこういう形での、松江城の景観形成基準というものがありますと。
でこれを具体的にですね こちらもそうなんですけど、どういうふうな見直しっていうのがちょっと僕自身ちょっとあんまりイメージできないんですけれど、これもですね経過審議会の方の議論にお願いすることになるんですが、例えば、今までも市民団体の方から意見があった話としては、今は、こちらで見ていただく通りですね、基準があるんですが、いずれも、天守って書いてますけど結局松江城からなんですよね。松江城から見た眺望なんですね。でじゃあ松江城がどう見えるのかっていうことについては今触れておりませんで、ですんで、ビューポイントって言ったらあれなんですけど、あるところから松江城を見たときにそれが見えるっていうことも含めて検討していく必要があると考えております。ですので、ちょっと ここだけを捉えて申し訳ないんですが、一つの点、松江城天守から見るというだけではなくて、他の、観点というか他の視点から見たときの眺望というのも松江らしい景観を保全していく上でポイントとなるものというふうに考えております。これはつい今言われたようにこう上からじゃなくてこう下からっていうものを加えるというイメージなんでしょうか。そうですね、上からのところもどういうふうに考えていくのか、要は、山の稜線というのがまさにそうですので、その観点ももちろんですし、他の見方をしたときに松江らしい景観がいかにあるべきかっていう点で、規制を、プラスしていくということは大いに考えられるかなと思っております。ありがとうございました。はい、参院長新報さん。すいません、参院長新報の佐々木です。すみません、ちょっと景観計画以外のことで、ちょっと数点お願いいたします。今日発表いただいたもので、すいません、歩道のちょっと整備のところで教えていただきたいんですけど、事業概要をある程度説明いただいたんですけれども、これは道路のこう両側に歩道をつけるようなイメージになるんですかね。イメージとしては宍道湖側です。なかなか山がもうすぐそこに来るような形になりますので、反対側を拡幅するのがなかなか難しいというふうに考えておりまして、宍道湖側に拡幅を検討されているというふうに聞いております。4メートルとおっしゃったのは歩道の幅が4メートルになる、歩道と自転車道が合わせて4メートルですね。で今あるこの車道の幅は変わらない、そこら辺がどういうふうになるのかというのはちょっと国土交通省さんになるんですけども、いずれにしても今ちょっと足りない部分があると思いますので、宍道湖の方にどういうふうに張り出していくかということについても検討する必要があるのではないかなというふうに考えてはおります。そういったことも含めて今回調査設計費というのがついているので、今年度ですね、そういった検討も合わせて行われるものというふうに考えております。市としてなんかこれ事業の完了がいつとかそういったことについては協議をされてますか。協議しているわけではないですね。今後、まずは調査設計をした上でということになろうかと思いますね。わかりました。それと一番最後に説明いただいた、バスのちょっと話なんですけれども、これまだ公表、詳細公表、マリンプラザ線は まだということなんですけれども、地元と最終調整中ということでしたけれども、どんなものでしょうか。5月中にとかっていう感じになるんでしょうか。地元の皆さんに対して の説明会というか意見交換会をやっております。ちなみになんですけどマリンプラザ線だと直近だと3月29と4月12にやっておりまして、大東線は4月の10日にやりまして今度4月の21日にも予定しております。で、そういった住民の皆様からのご意見、をできるだけ受け止める反映する形 で今度は交通事業者ですね、これは松江市は交通局も含みますけど一畑バスとあと大東線の方は、コミュニティバスの、運行を新たに予定してますので、そういった候補者のところですね、といったところとの調整を経た上で、これまでも調整してきてるんですがご意見いろいろいただいているところもあるので、その上でということになりますのでちょっと今確固たるいつというのが申し上げにくいところではございますが当然のことながら速やかに、10月の運行開始ではありますけれどもできるだけ早く決めてですね、皆様にお知らせでき、したいなと考えております。ありがとうございます。知事公社についてもちょっと一点伺いたいんですけれども、これは回答期限を前に期限延長を市の方にお願いをされたということなんですけど、市として何か活用案が今のところあるというような感じ。今具体的な検討を進めようとしているところでございまして、
これ行政だけでこう丸が返してやるというよりはですね、いわゆる民間活力といいますか、民間事業者の皆様と一緒になったらどういうことができるのかっていうふうに私は考えていきたいと思っておりまして、そうなりますと関係者もいろいろこう、関係者がどういった考えをお持ちかということも想像して、検討を進めていかなければいけないので、ちょっと時間がかかってくるかなというふうに思っているところです。今の段階で具体的に何かお示しできるようなアイデアというか選択肢とかも含めてですね、というのが手元にあるわけではありませんので、今後さらに検討を進めていきたいなと思っております。ありがとうございます。当然観光の面での活用という立地が潮見縄手ですので、それを最大限生かしていくというのは当然こう踏まえていきたいなというふうに思っておりますし、観光だけに特化するというよりはその市民の皆さんが利用することができるような施設というのももちろん一案としてはあると思いますので、いずれにしてもその利便性高く、その費用対効果といいますか有効活用できるような立地がすごくいいんでですね、それをどういうふうな活用をしていくのかっていうことを前向きに検討していきたいと思っております。すみません、最後に今日ちょっと発表いただいた事項とはちょっと関係ないんですけれども、はい、宿泊税のことで一点お願いいたします。はい、パブリックコメントの募集を今して、おられると思うんですけれども、はい、知事の方、丸山知事の方がですね、免税店が必要ということでかねてから言っておられまして、でこのほど会見の方でもパブリックコメントとして、市に意見提出をされたということを発表されておられまして、主張としてはおそらくお聞きだと思うんですけれども、宿泊者 の, 税負担の回避に向けて免税店が欲しいというようなご意見だったと思うんですけれども、はい、この点について市長のちょっと受け止めをいただければと思います。はい、知事からご意見は、関心を持っていただいてご意見をいただけるのは非常にありがたいことと思っておりまして、知事のみにかからずですけど、皆様からいただけるご意見は非常に貴重ですので、それを踏まえた上で今後実際具体的な立て付けについて検討していきたいというふうに考えております。宿泊税については、検討の委員会を設けまして、そこでご審議をいただいておりましたので、その結果を踏まえて現在パブリックコメントさせていただいておりまして、4月の30日までがパブリックコメントの期間になってます。今のところ今日がちょうど4月18日ですけど18件ですね、意見をいただいておりますので、その内容を踏まえた上で今後具体的な検討を進めていくということで、もちろん知事からいただいた貴重なご意見もですね、踏まえながら検討を進めたいと考えております。委員会での、議論では、税負担、すみません、事業者側の負担だとか税のなんか公平性だとか、はい、そういったことで案をこうまとめられたというふうに承知をしておりますが、一方でこう島根県って東西にこう長くてですね、県西部 の, 結構こう医療機関が充実している県東部に行こうとしたらどうしても宿泊を伴うという、はい、例えばそういうことも想定されるんですけれども、そうしたこうなんていうんですかね、税負担の考え方については市長としてはなんかどのように思っておられますか。税負担というよりは宿泊税のお話として考えたときには、結局宿泊された方の利便性に、高める、宿泊された方に対してその効果があるといったのが宿泊税だと思います。一般的に言えば、その観光のための、資源のですね、例えば修理だとか、建設に充てるだけではなくて、例えばバリアフリーだとかですね、通常の、その宿泊された方が社会活動されるにあたってその利便性が高まるものにも、宿泊税自体が用途としてですね活用できますので、そういった観点は宿泊税の、利用ということで言えば観光目的だけに限らないというのはあろうかと思います。で一方で先ほどおっしゃっていただいたように免税店を設けることによってですね、宿泊事業者の皆様が、この人は観光目的なのか、あるいはビジネス目的なのか、あるいはこう医療を受ける目的なのかっていうのが一人一人でこう判断が非常に難しいところがありますし、両方兼ね備えてらっしゃる場合もありますし、といった実務上の
まあ、実務上どういうふうにそれをこうクリアしていくのかといったところについての議論が実際にありまして、で、まあ、結果としてですけれども、あの検討をした上で免税店は置かないということが今の報告書でありまして、で今回あのブリーフコメントでいただいた意見も当然加味した上でですね、松江市としての方向感については考えていくということで進めたいと思っているところでございます。ありがとうございます。先ほどバリアフリーとか、まあ、社会活動ということをおっしゃいましたけど、はい、それは、こう、まあ、松江に来られて、宿泊施設を使って、まあ、そこ拠点といったらちょっと言葉がおかしいんですけれども、まあ、泊まられながらあの観光以外の目的で動く方にもあの、まあ、利益があることだという、まあ、そういう、まあ、極端な話、その回収だとかそういったことにも使えるという、そういう認識で。いや、そうですね、あの まさにもう本当一般論ですけどね、それこそあの宿泊された方があの、まあ、市内で例えば Wi-Fi を利用されるとかキャッシュレス決済をするとかですね、そういったあの、まあ、デジタル化によって利便性を高めるようなことに使われている事例もあると思うんですね。あのですので宿泊された方が観光以外でも宿泊された方がという観点としてはあるというふうに思います。でそれをあの、まあ、例えばこう県内の方で医療目的で来たという方に対してどのようにあの実際に、まあ、そのサービスとしてですね提供できるのかと、まあ、要は宿泊税をいただいた上で費用対効果が取れるのかどうかというようなことについて、今後、まあ、4月30日までまだ ありますので、当然あの皆様からもまた意見をいただければと思いますが、あのそれをいただいた上で検討を進めていきたいと思っております。ありがとうございます。あ、はい、参院中央テレビさん。すいません、参院中央テレビ阿部です。すいません、あの先ほどの宿泊税の関係で、すみません、ちょっと繰り返しになって恐縮なんですが、結局今のところその知事の方から求められているような免税店については、まあ、報告書の時点で、まあ、あの外されて上がってきたということで、はい、今のは、まあ、加味はするとは今市長おっしゃってますけれども、やはりこう免税店のところをこう今後盛り込んでいくっていうのは、今の報告書が当初そういうものが盛り込まれてなかったっていうところから関すると難しいといったような考え方なんでしょうか。あの今の段階で、免税と設ける設けない、難しいかそうでないかというような判断をしているわけではなくてですね、あの今後出てくる意見も含めて、まあ、ブリーフコメント全体として踏まえた上での検討を進めていこうと思っておりますので、あの今の段階で何か結論があるわけではありません。わかりました。あとすいません、あの今回あの公表予定だったあのバスのダイヤについてなんですけれども、はい、実際、まあ、公表予定からちょっとずれ込むというところで、やはりどういうところでこの調整が難しかったりとか、どういう意見のところでこう調整に時間がかかっているというところがあるんでしょうか。あのいろいろちょっと個別にはあるんですけども、あのこれもちょっと一般論的にちょっと答えさせていただくと、まあまあ、バス路線がですね、どこからどこまでつながっていなきゃいけないのかっていったところが、あの特にまあ一畑バスが撤退を表明した後にまあ復活を考えているような場所についてはですね、あのなかなかその、まあ、住民の皆さんの希望というのは当然な長い路線、今までのまあ路線をあの維持したいという方が強いといったところもありますし、で一方で、まあ、一畑バスにとってみると、あの、まあ、路線の、減便であったりですね、あるいは路線をこう短くしていくということが必要な面も、経営上あるといったところで、その、まあ、調整をしていかなきゃいけないわけなんですよね。でそれにもともとは3月28日の時点では、今日4月18日までには、調整を整えておきたいというふうに考えていたところではあったんですけども、住民の皆様との希望とそれに、合う形での公共交通を作りつけていくのに少し予想していたよりも時間がかかっているという状況でございます。あの今後もまた意見交換会、説明会と開いていきますので、あの当然のことながら住民の皆さんにできるだけ寄り添う形でですね、調整を進めていきたいと思っているところです。ありがとうございました。はい、時事通信さんお願いします。時事通信の勝又です。よろしくお願いします、はい、また話題変わるんですが、はい、万博についてお聞きします、はい、2025年大阪・関西万博が開幕まで1年を切りました、はい、今準備の遅れですとか事業費の膨張が懸念されている中で国に求めることをお聞きしたいのと、合わせて先日温泉ツーリズム推進協議会が発足されて松江市も参加されていることと思います、はい、これも含めて松江市として取り組むことですとか、万博の機運醸成に向けての、意気込みを教えてください。はい、
来年に迫った大阪・関西万博はインバウンド観光を取り込んでいく非常に大きなきっかけになるというふうに思っております。まあ、関西圏域に、あってこの山陰にあるいは島根に松江にないもの、というのも、まあ、たくさんある一方で逆もしんなりと思っておりまして、山陰に、松江に来ていただく、意味というのが見つけられるものというふうに考えております。でそのうちの一つが、温泉でもありまして、先ほど言っていただいた、温泉ツーリズム推進協議会というのを先般立ち上げて、でこれは全国、まあ、9ブロックで立ち上げていて、そのうちの、まあ、7ブロックの、代表者が集まって記者会見をさせていただきました。で私は中国ブロックの代表として、まあ、特に温泉の中でも、まあ、玉造温泉と松江新宿温泉ですねについて PR をさせていただいてまして、今後そういった温泉ツーリズム推進協議会のネットワークを通じてですね、インバウンド誘客も図っていきたいと思っておりますし、観光地同士の連携というのも図っていきたいなと思っております。で、まあ、国に対しては実は、先般もですね、記者会見の後に観光庁に行っておりまして、で、温泉ツーリズムも含めてなんですけど、大阪・関西万博を起点とした、特に、まあ、我々にとってみると地方へのインバウンド観光客の取り込みについて、まあ、お願いをしてきたというところはあります。機運がこう、まあ、日本全国としてですね高まり、かつ、まあ、インバウンド観光の方も含めて万博にたくさんの方が訪れていただくためには、やはり、まあ、例えばパビリオンの建設が予定通り進み、で、PR も世界的にしっかりやっていただいて、でたくさんの方が大阪のみならずですね、中国地方にも来ていただけるような機運を作っていかなきゃいけないと思いますので、そのあたりなかなか松江市だけでできることも限られているんでですね、国なり他の自治体さんとも連携をしながらしていきたいなと考えております。まあ、そもそも昨年観光戦略プランというのを作りまして、また宿泊税の検討、あるいは松江観光協会の強化だとかですね、というのも進めておりますが、インバウンド観光は一つの大きな今後の需要が見込める部分だというふうに強く思っておりまして、その一つのきっかけを大阪・関西万博に見出していきたいなと、でかつ大阪・関西万博で一過性のものにせずにですね、その後もしっかり続いていくような観光戦略を打っていきたいと思っております。失礼します。そろそろお時間も近づきましたので、次を最後の質問とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。BSS さんお願いします。リコちゃんの話なんですけども、県からはその優先交渉権みたいな形でまず市に話があったのかっていうところと、はい、具体的にそのまあ買い取りみたいなところまで県からその打診があったのかっていうところをお聞きしたいんですけども。はい、今は、利用計画について、紹介を受けたというところです。ですので具体的な、条件というかですね、その買い取るとか貸すとかそういったことも、含めて我々からも提案はできると思うんですけども、具体的に何か条件をつけてそのうちでということではありませんのと、これは県の方に確認していただいた方がいいと思うんですが、今とりあえず松江市としておそらくですけども紹介をいただいているので、他のところに何かご紹介されているということではないのではないかというふうに考えております。それではよろしかったでしょうか。それでは、以上で会見を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。